ウイスキーおじさんのお時間がやってきました。皆さんお待ちかのね、はい、今日のお酒を紹介します。まあサムネでもわかると思うんですけど、バーン、サントリー白州の73年でノンヴィンテージですね。はい、白州をハイボールで今日やっていきます。はい、で氷入れました。白州のグラス、これもねちょっと調子に乗って買いました。おいしそう。うわって感じ。あ、やばい。これで酔う。どんぐらい？ほんま白いんだな、これ。もうちょいか。このぐらい入れましたと。はい。高いからね、これ。ゆっくり飲む。はい、また出ました、強炭酸。このね、前言ったんですけど、この氷のないとこをね、この氷のないとこに、で、これを1回転ですか、チョンってやるだけ。お疲れです。白州で乾杯。あ、山梨の味がしますね。山梨の、うん、上品、美味しい。美味しいな。完食。美味しい。食いすぎだけだと寂しいんでね。今日のおかずは、おつまみはこれ。ファミリーマートのお母さん食堂のうま辛ソースのエビチリと、エビマヨソースあえをレンジでチンしていきましょう。いや、プシューとかある。粉パンパンになるんだ。はい、エビチリもできました。エビチリソースとエビマヨがレンジでチンできました。美味しそう！早速食べていきます！乾杯。あ、うますぎる。お母さん食堂のエビマヨ、いただきます。うまい。うますぎる。
じゃあお母さん食堂のエビチリ。あ、そう。ああ。はあ、幸せ。今の時刻がね、今日土曜日なんですけど、仕事が早く終わってまだ3時ぐらいか、3時なんですけど、嫁さんはね、ちょっと今子供連れてちょっと遊び行ったんで、で、嫁さんがいないんですけど、もう至福の時間ですね、これが。このソースだけで、このソースだけでハイボール飲めるもんな。見てよ、この話にならんな。濃いかった。あんまこう飲みすぎたらいけんな、もったいねえな。なんか物足りんな。酸味がないね、酸味が。なんかマヨネーズの酸っぱい感じがない。あんま飲んだらもったいないから最後の一杯にしよっか。なんだろうこれ。満天醤油豆。うまいやんけ。やるやんけ、これ。個人的にはエビマヨ好きなんですけど、外食したら。だけど、思ったエビマヨじゃなかったみたいな。これうまいやんけ。満天醤油うまいやんけ、これ。最後に一杯。ごちそうさまです。はい、飲みました、今日はもう。ごちそうさまでした。まあでもこんぐらいかな。エビっていう名字のやつがね、僕の YouTube バカにするんですよね。お前これ、お前食うてやったぞこれ、おめえ、お前エビに